Hi everyone, how are you doing? お気づきになられましたかね。ちょっとレンズがそう変わったんです。はい、新しいレンズにしてみました。なのでちょっと後ろが少しぼやけてる感じかもしれないですけれども、まあ、文字とかねここにいつも表示するので、まあ、それもちょっと見やすく、なるかなと思ってちょっとレンズ交換してみましたので、Yeah, check it out, please.というわけで、まあ、秋になりまして、もうすぐね、ハロウィーンの季節ですね。はい、10月31日、October 31st is Halloween. So, 今日は、まあ、そんなね、ハロウィーンといえば、こう、いろんな、まあ、モンスターとかね、お化けにこう、扮して、コスチュームを着る人も多いかと思うので、まあ、そのね、何の仮装しようかなって悩んでる人のために、いろいろと、アメリカ、まあ、海外のモンスター、モンスターズを紹介したいと思います。まず、ハロウィーンといえば、そう、かぼちゃ、パンプキンですよね。で、そのパンプキンの、お化けといえば、そう、こちら、ジャック・オ・ランタン。ジャック・オ・ランタン。まあ、ジャックが多分、こやつの名前なんでしょうけれども、ランタンはね、提灯っていう意味です。なので、こう、実際のパンプキンをカーブ、くり抜いて、で、その中にろうそくとか、まあ、なんか、懐中電灯とか入れて、こう、ライトアップさせるのが、まあ、よくアメリカ人なんかはよくしますね。もう私も大学生の時にやりました。ルーメイトと一緒に。Carve the pumpkin。そして、まあ、ハロウィンといえば、これも有名ですかね。そう、魔女ですね。英語では、witch。witch。うん、これは有名ですかね。あと、まあ、モンスターといえば、まあ、日本語にしたら、まあ、怪物。で、まあ、怪物から連想するのが、怪物くんですね。私もちっちゃい時に、なんかビデオで見たりしてましたけれども、その怪物くんに仕える3人の、モンスターズたちがいますね。まず1人目が、フランケン。まあ、日本語だとよくフランケンって略しますけど、まあ、英語では略さずに、もうそのまま、フランケンスタイン。フランケンスタインと言います。そして、狼男ですね。まあ、狼男はなんか直訳すると Wolf Man、ね、Wolf が狼で Man が男なので Wolf Man って感じがしますが、私がアメリカにいた時はね Wolf Man とあまり言ってなくって Werewolf Werewolf っていう風に狼男のことは言ってたので、まあ、うん、まあ、地域によって違うのかもしれないですけど、私は Werewolf で覚えてます。そして最後の3人目がドラキュラですね。まあ、英語だったらドラキュラはドラキュラなんですが、ドラキュラは、その、吸血鬼のなんかあるキャラクターの名前なので、まあ、あの、吸血鬼自体のことは英語では Vampire、Vampire と言います。うん、なのでまあ、ね、ドラキュラは、まあ、昔なんか映画かなんかで出てきた吸血鬼の名前です。そしてまあお化けや幽霊、まあですね、は英語では ghost ghost、うん、まあ、ゴーストは仮装しやすいと思います。白い布をかぶればかぶって目の部分だけ穴開けとけばいいと思うので ghost。 そして骸骨、英語では skeleton skeletonまあ、スケルトンね、日本人だったら多分こう、なんか透明のね、もの、中身が見えるもの、よくスケルトンっていうイメージがあると思うんですけど、英語では透明のものをスケルトンとは基本言いません。透明のものは see through とか transparent とか、そういう単語を使いますね。なのでスケルトンっていうのはあくまでも骸骨です。まあ、多分骸骨が見えるイコールなんか体がシースルー、まあ、透明になってるっていうところから連想して、日本語ではスケルトンって言ったら透明みたいな イメージになってしまったとは思うんですけど、はい、英語ではスケルトンではなく、そういうのはシースルーやトランスパレントです。ちなみに、頭蓋骨だけのことは英語ではスカルと言います。そして、まあ、ちょっと前のね、日本の有名な漫画兼アニメですけれども、Death Note 流行りましたよね。そこに出てきたキャラクターで、まあ、死神がいたと思います。ね、いろんなデザインの死神がいましたよね。デザイン。で、死神は英語では Grim Reaper と言います。
そしてまあ、遊園地とかでもね、よく今だったらゾンビのなんかこうイベントとかやってると思うんですけど、英語ではゾンビもそのままゾンビゾンビになるので、まあ、あんまり変わらないかなと思います。ゾンビといえばマイケル・ジャクソンの、スリラー有名ですね。テテテテラードゥーラードゥー。そして悪魔なんですけれども、悪魔といえばなんかこうデビルとかデーモンとかね、なんかこういろんな言い方があると思うんですけれども、まあ英語ではまず、デビルはデビル、デビル、そしてデーモンはデじゃなくてディって発音します。ディーメン、ディーメン、まあ、で違いはディーメンの方がまあ、ちょっとこう下級戦士っていうんですかね、こういっぱいいる下っ端の感じの悪魔です。でデビルって言ったらちょっとこうリーダー格のランクが上の方にいるような悪魔のことを指す場合が多いですね。 So yes, devil and demon、そして鬼ですね。まあ鬼はなんかね、こうちょっと日本の鬼のイメージありますけれども、まあ一応西洋にもね鬼っていう概念はあります。でまあ、日本で鬼といえば、うん、そう半田裕次郎とかね思い描ける人がいるんですけれども、まあ、そこから連想してオーガって聞いたことないですかね、発音的にはオーガー、オーガー、これが、まあ、いわゆる鬼のことです。まあ、映画だったらね有名なのがシュレック、あれも一応ね確かオーガーっていうくくりだったはずです。うん、オーガー。以上が、まあ、ハロウィーンの季節にね、まあ、コスチュームでこう仮装できるようなモンスターズたちの紹介になります。なので次回はもうちょっと、まあ、マニアックと言ったらあれですけど、ゲームの中とかにね、出てくる、モンスターズたちを紹介したいと思いますので、Please watch the next YouTube lesson as well. Alright, I'll see you again. Goodbye! モーリーガールじゃん、ハハハハ。